ベジータの体力は限界に。悟空のスーパーサイヤ人3の変身も解け、絶体絶命の状況の中、ベジータは史上最強の元気玉を作るという作戦を考える。魔人ブーとの激闘がついに決着する。始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。元気玉？元気玉だって？おい、おめえの歓迎って元気玉のことだったんか。無理だ、そりゃ無理だ。ブーが相手じゃいくらちょっとずつ元気を地球人みんなから集めたって。言っただろう、たまには地球の奴らにも責任を取らせろと。少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。よし、カカロット始めろ。なあ、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。そうか、元気玉だ。ベジータめ、らしくない真似をしやがる。ソラ、持ってけ持ってけ。いきなりでけえぞ。ザ・ブランたちの木だ。だがまだ完全じゃない。なぜだ。おい、ブーを消すな。これでも多分まだ足りねえぞ。よっしゃ、行け、魔人だ。デブの方はもう死にかけだ。なんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。
時間を稼ぐったって。地球のみんな頼む、頼むから現金をあげてくれ。みんなの助けが必要なんだ。空に手を上げてくれ。早く。孫悟空だ、孫悟空だ、死の。そうよ、絶対そうだわ。声に騙されるなって。絶対魔人ブーの仲間だ。あんなの無視無視。貴様らいい加減にしろ。さっさと協力しないか。え、サタン。サタンだ、ミスターサタンだ。もしかしてブーと戦ってるってミスターサタンだったんですか。そうだ、俺が魔人ブーを倒してやるから、お前たちも早く力を貸さんか。まあしょうがないじゃないか。こうでも言わんと奴ら信用せんからな。まずはあのブーを倒すことが先決だからな。せやベジータ、行くぞ。悟空さん、ドラゴンボールの力で悟空さんの気が元に戻ったでしょ。戻った。サンキュー、ドラゴンボール。おめえはすげえよ。よく頑張った、たった一人で。今度はいいやつに生まれ変わるよ。一対一で勝負して。待ってっかんな。オラももっともっと腕上げて。終わった。手間取りやがって。ち、嬉しそうな顔しやがって。ほんとムカつく野郎だ。